2013年社会民主党党首選挙とは、2013年10月14日、行われた社会民主党の党首を選出するための選挙である。選挙の結果、吉田忠友が当選した。社会民主党は1996年に、前身の日本社会党から、透明変更をして、以降、議席を徐々に減らし、小規模政党へと転落していた。 現党首の福島みず穂は2003年の党首就任以降、人材不足もあって10年の長きにわたり、党首にとどまり続けていたが、第23回参議院議員通常選挙で獲得議席数が過去最低の1議席にとどまり、また、衆参両院の総議席数が公職選挙法などの定める政党要件の加減である5議席に落ち込んだため、責任を取って党首を辞任した。 8月7日、幹事長の又たいち政治が、党首代行に就任した。公示日までに2名が立候補したため、選挙が行われることとなった。党首選の選挙は、旧社会党時代以来17年ぶりのこととなった。福島が、後継党首指名もせず、後継党首選出方法も定めないまま辞任したため、後継党首選出方法から検討することになり、 またい政治幹事長へ代表を移動する届出を8月7日に行い、次期投手が決定するまでの当面の間、投手代行を務めることとなった。後継投手選出方法の策定は、本命を極め、ようやく後継投手を決める投手選を9月27日告示、10月12日、13日に投票、14日に開票を行う日程を決定したのは、 福島の辞任から1月以上経った8月29日の常任幹事会においてだった。党首代行を務めるマタイが正式就任するのが規定路線と見られた中、党のマタイは衆院小選挙区で勝った人がやるべきだ党と,と主張して、テルヤ監督国対委員長を推す意向を示したが誇示されると自らの主張を一転させて精神会長で、 参議院比例区選出の吉田忠友を擁立することを9月26日に決定した。一方、東京都豊島区議会議員の石川大河も同月25日に立候補を表明し、立候補に必要な党員200名の推薦を得たほか、東京都連も推薦を決定した。これにより1996年に党名を変更して依頼発。 旧社会党時代から数えても17年ぶりの党首選挙が実施されることになった。党首選のノウハウのない選挙戦で、党本部には、ほぼ連日、投票箱がない離党で、夜まで投票して、翌朝に県連本部まで届けるのは、物理的に無理などといった、様々な問い合わせが党本部に寄せられたが、ノウハウを持ち合わせていない党本部は、 そちらで考えてほしいと対応を地方組織に丸投げするありさまで、その結果、北海道では段ボールに紙を貼った即席の投票箱を設置するしかない投票所ができたり、沖縄では離島の有権者は郵送で受け付けることとなるなど、混迷を極めた。ありがとうございます。